アレックス・シャーマンは、ロシア・モスクワ出身の元プロレスラー。アレックス・コズロフのリングネームで、CMLL や AAA といった、メキシコの団体で活動していることで知られる。ジェシー・ヘルナンデスが主催するプロレス団体にてトレーニングを積み、2003年にプロレスラーとしてのキャリアを開始。2006年まで PWG などのアメリカのインディ団体に参戦。2006年からメキシコのメジャー団体である CMLL と契約。70年以上の歴史がある CMLL において初のロシア人プロレスラーとしてデビューを果たした。契約して早々、CMLL 世界ミドル級王座挑戦やレジェンダでアスルに参加するが、いずれもタイトルを獲得することができなかった。2008年にはTNAに参戦し、ワールド X カップトーナメントに参加、また PPV にも登場した。同年、メキシコのもう一つのメジャー団体である AAA に電撃移籍。本人曰く、CMLL において試合出場の減少、ジョバーとしての役割が多くなったことに不満を感じたことが原因だと語っている。CMLL で人気を博していただけに、AAA と契約するまでの間ファンから暴動を起こされないように海外旅行をして時間を費やしていたが、これを新聞やニュースなどのメディアは亡命という形で報道していた。AAA デビュー後、ジャック・エヴァンスやロッキー・ロメロ、テディ・ハートと並ぶ軽量級外国人レスラーとして重宝されるようになり、AAA 世界クルーザー級王座を2度奪取するなど活躍。また、ローにも定期参戦した。2010年8月に WWE のスマクダウンの放送においてカルロス・サンチェスというリングネームで登場。ジョバーという役割ながら知名度が高いせいかファンから大きな歓声で迎えられた。また、相手は CMLL、AAA で行動を共にしたアルベルト・ゲルリオということもあって再会を果たす形となった。その後9月に WWE とディペロップメント契約を交わし、AAA との契約を完了させて退団。11月に WWE の傘下団体である FCW でピーター・オルロフのリングネームでデビュー。テレビショーでの出番など多く活躍するが、WWE へ昇格するチャンスを得られずに2012年2月、WWE からリリースを発表された。5月、新日本プロレスに初参戦を果たし、ベストオブザスーパージュニアに初出場。以降、新日本にレギュラー参戦し、ヒールユニットカオスに加入。同ユニットに所属しているロッキー・ロメロとのタッグチーム、フォーエバー・フーリガンズとして活動し、IWGP ジュニアタッグ王座を奪取。タイムスプリターズと同王座をかけて、幾度となく対戦し、抗争を繰り広げた。2013年7月27日、ロメロと共にローに参戦し、レッドドラゴンが保持するロー世界タッグ王座に挑戦。これを制して、第37代王者組についた。2015年1月、自身のツイッターにて突如引退を発表した。コズロフの関係者によると、コズロフは内臓疾患が原因の薬の副作用で体調不良だったと言い、同年1月5日の後楽園ホール大会への参戦が新日本最後の試合となった。同月25日、オルタネーティブレスリングショー&レスリングケアーズ。アソシエーション共催興行にて、フーリガンズとして出場し、ピーター・アバロン&レイ・ロサス組と対戦、この試合に敗戦したのを最後に引退した。2020年8月から始まった新日本プロレスの NJPW ストロングという番組でメイン解説者を務めている。ありがとうございます。